How are law and economics connected in social systems, and how are they distinct? Professor Akira Roksha at KU University Law School is working on this research topic in terms of three themes. His first theme is investigating how the environment or environmental law is related to the economy from the perspective of what environmental law means to individuals. まあ、環境法っていう面で言えば、今まで十数年こう一般的に勉強してきたんですけども、最近になってその、一般的な法律を作るとかそういう問題だけでなくて、その一人一人 の人間というかから見て環境っていうのは、どういうものだろうかと。で、環境法に関する例えば情報をいろんな人に広めるにしても、一般的な人がそれを受けるっていうんじゃない、この人がその情報を受ける、どういう状態で受けるのかと、どういうふうな情報を出したらその人につくのかと、そういうようなことも考える必要があるんじゃないかと、そういうことを最近は特に考えるようになってます。Professor Roksha's second research theme is investigating how public conflicts, including disputes regarding the environment, arise and how they can be resolved. His third theme is investigating how rulings by Japan's Supreme Court can be evaluated from an economic viewpoint to deepen understanding of law and economics. その争いごとはどういうふうにして解決されていくんだろうか。裁判で解決する場合もあるけど、裁判じゃないところでいろんなところで解決されている。そのいろんな地域とか、あるいは人のつながりとか、いろんなことがあって、もっとそれは広く知っておくべきじゃないかと。それはまたその日本特有のということがあるでしょうから、私も自分の経験を踏まえて、そういうそのいろんな事件事案にふさわしい解決の仕方、そういうことをこう探っていくと。Professor Roksha, who has over 20 years of experience in the practice of law, primarily as a judge, hopes that his unique research will help to advance this field of study in Japan. そういう流れの中で、大きい企業が中心かもしれませんけど、環境に対する対策、あるいはその株主に対しても、に対する関係でもやっぱり環境にお金を使っていこうという企業が急速に増えてると思うんですね。そういう時にあって、その逆にまだ十分そういう恩恵というか、いいところが届いてない人もいるんじゃないかと。やっぱりそういう人で声も出せないし、あれ場合によっては動けないとかですね、そういう人たちに対して法があるっていうか、僕はそういうふうに習ってきたし、自分でもそういうふうに思っているので、そういう段階って言いますか、環境法もそういう人たちのことを考え、あるいは望んでいるところをこう汲み取って、そういう汲み取りながら、環境法っていうのはどういうふうにあるべきかっていうことを考えていきたい、そういう感じですね。